はい、皆さんおはようございます、ではドラクエ11引き続きやっていきましょう。よし、行くぞ。一体何が？マグマから火事場が現れるなんて、この火事場こそ先代勇者ちゃんたちが剣を打っていた場所に違いないわ。
よし、やろうぜ。魔王の奴をぶっ倒すため、ここで新たな勇者の剣を作るんだ。よっと、次は俺の番だぜ。なあ中身ちゃん、抜け駆けはなしよ。ねえ、私たちにも手伝わせてほしいの。先代の勇者も仲間たちと力を合わせ剣を作っておったようじゃ。わしらも負けてはおれん。そう、これはあなただけの戦いじゃない。私たち全員の戦い。新たなる勇者の剣、我らの思いもその刀身に込めさせてくれ。私たちの力もお使いください。お前のおかげで俺は贖罪を果たし、マヤを救うことができた。今度は俺がお前の力になる番だ。うわっ、あなたに見せてあげる。世界を救い、みんなを笑顔にするシルビア一世一代のエンターテイメント。エレノアよ、アーウィンよ、どうか見守っていてくれ。お主らの子に勝利と幸福があらんこと。あなたを守ることが私の戦いだと思ってた。でもそれは違ったのかもしれない。あなたと共にみんなを守る、それが私の戦い。はっ、騎士として俺は誓う。たとえいかなる敵が相手だろうと、最後まで希望を守る盾であり続けることを。あなたのグズな妹も少しは強くなれました。だからどうか心配なさらないで。私は勇者様と一緒に戦います。勇者の剣、果たしてどれほどの代物なのか、さあ手に取ってみろよ。
共に戦う仲間と空飛ぶ神の乗り物、そして新たなる勇者の剣。ついに魔王と戦う準備が整ったか。なあ、いよいよ大詰めだな。行こうぜ、魔王の城へ。え、これどっから乗ったらいいの？なんか間違ってる気がするけど、えい、ここじゃなかったっけ。はいまあいいか。こうだろう。で、行ったらいいんだよね。よし、行こう。入れた。
行きましょう。巨匠、ついにここまで来たな。気を引き締めていくぞ。あ、危ない！なんじゃ？何が起こった？我が剣をかわしたか。さすが数々の軍王たちをほふっただけはある。我が蛇竜軍王ガリンガ、魔王ウルノーガ様の居城、この天空魔城の番人である。勇者、非力な人の身でありながら我ら魔王軍の攻撃をかいくぐり、ここまでたどり着いたことは褒めてやる。だがお前たちなど魔王様が直々に相手をするまでもない。ここで我が血祭りにあげてやろう。ここが貴様らの墓場だ。行くぜ。一戦突き。
やっぱレベルダメだねこれ。あららららら。ここから始めて。いや、これはちょっとまずいだろう。さすがに。ちょっと修行し直そう。勝てない。はい。ではね、今回はちょっと短いですけど、修行していきます。で、ご視聴ありがとうございました。ムサギョでした。